はい、はい、どうぞですかね。の番組終了の時間です。はい、お知らせです。4月9日、木曜日新宿シネマアート映画先行上映会舞台室に行きます。あさってですよ、いよいよ じゃあもうちょっといよいよ楽しかった。これも死んでるよ。舞台挨拶3人で、ね、出てほしい。舞台挨拶3人で初めて見た人分かんないよね。この衣装さして、もう誰でもいいんだなって思っちゃった。何それ、そんな、なんか何急にてもネガティブ意見だろ。暑くない、頭暑いよね。暑い暑い、そんなことないですよ皆さん。本当ですか、はい、あ代わりなんて、それは違う、兄弟だから。あ、そうかそうか、そうそうそう、そうだ、はい、若い子、はい、いいね、肌きれいだな。でもね、チークだけなのにね。え、ほんとに、そう、めっちゃ肌きれい、びっくりだね。千葉さんも、うん、ファンデーション塗ってない、あれ、あ、いいね。ファンデーションというかスピーダーね。そう、朝起きて飛ばきちゃった。4月9日から音源サイズですか。そうだね、それはね、初情報だから言ってた、ね、4月9日より9日より音源サイトにて、恋のセオリー先行配信スタートです。はい、有線のね、はい、音源っていうね、はい、配信サイトがあるんで、はい、次4月11日下北ベースメントバーで、はい、オールナイトイベントです、はい、で、4月29日からは、恋のセオリーが配信で、うん、リリースされます、うん、はい、でもまあ音源でやっぱりバニビファーは真っ先に買ってほしいかな、ね、はい、うん、先行でね、うん、で5月15日プロデュース会議、チケット残りわずかです。そう、これちょっとお知らせしてたのと、わずかなんですって。あと何枚、そう、もう本当にあと何枚の世界。今日私買いに行ってもいい？いや、いいけどいいけど、そのチケットどうすんの。え、その席空席になっちゃうんだけど。いや、あ、友達に、うん、ああ、うん、いいですよ、いいですよ。え、ああ、英雄ちゃん、いやいや、それはもうゲスト席用意する。ああ、そっか、そういう、あと友達に、うん、多分もう今日買えるか買えないかギリギリみたいな感じだと思うよ。うん、なんかキャンセル分がちょっと回ってくるかなぐらいで、うん、なので買ってない人急いでください。急いでください。はい、はい、次週の放送は、うん、4月14日火曜日です、うん、次回のお題はお花見にまつわるエピソードです。うん、お花見のおすすめスポットとかさ、今年こんなお花見しましたとか、昔こんな大失敗ありましたみたいなね、うん、やってます。そうで、一番ね重要なことを、バニビズの、あ、違う、バニビオラビの1周年は正式に第0回目っていつやったか覚えてる？覚えてない。3月末、違う、4月のね28とか9とか、そう、だから今月は1周年月間、あ、で今日第1弾でスペシャルゲストだったけど、じゃあ来週は、来週もなんかやります、うん、じゃあさ、私友達でできてもいいですか。いいけど、それでリサ子のね、うん、日常暴露してもらいます。どうしよう、じゃあめっちゃ喋ること出てこよう。どうしよう。そしたら3週目は今度あれだよ、お姉ちゃんが登場。うん、今日やっぱさ、お姉ちゃ ん, お姉ちゃん、ここにさ、お姉ちゃんいてほしかったよね。こう、そう、それ実は映ってないじゃん。いやいや、お姉ちゃん大きすぎてこんななりますよ、こう、たまご、そんな、なんない。そんな、レナさん言うほどお姉ちゃん大きくないよ、別に。そうですか、うん、そうよ、全然。いや、まあ、はい、影響は、はい、皆さんちょっと無事ないかと思われますが、皆さん初めはそんなもんですよね。いや、そりゃそうですよ、こんな出て喋ったりなんかできないですよ。だから気長に英気が、タレントとしてあ、そっち出たんだ。アイドルとして言ってたじゃん、絶対この業界過酷なんか絶対入らせたくないみたいな、うん、やめた方がいいけど、もし入るなら、うん、気長にね、うん、まだ16歳なんで。そうだね、可能性に満ちてるよ。そう、うん、皆さん若者の目をつまないように似てるな、うん、似てるな。鼻とかさ、全く一緒じゃない。鼻、鼻でも、ね、お姉ちゃんちょっと膨らましすぎじゃない。そう、お姉ちゃんいつもブーってやめなさいね。そっくりだよね、やっぱね、似てる似てる似てる。あのね、鼻から口にかけてがすごいそっくり。双子でもありですよね。ああ、あるかもね。だって、うん、ね、レナはちょっと幼いじゃない。確
私でも中高校生の時こんなに化粧はしなかったつけまつげもそんなにしなかった。うん、うまいよね、いつもつけてんの。うんうんうん、かわいい、こっち緑がもうたまらんよね私ロリコンかな。違う、一人っ子だから。妹がかわいい。デビューさせたいという方がいらっしゃいましたら、はい、こちらまで、はい、うん、フラワーレーベルとバイナビーンズ Z何言ってんの。バイナビーンズアットマークフラワーレーベル .jp です。メールまで言ってくれた今日ね、本当にレナの一人しきり一人しゃべりで、うん、でよかったんだね、レナね。じゃあ最後に感想など、感想を一人ずつ、うん、はい、秋穂のデビューをいつか楽しみです。楽しかったです。ありがとうございました。じゃあ、リサ。あ、リサちゃん。もう最後。あ、それじゃあ最後。何考えときや？今月は1周年月間第1弾ということで来てくれて楽しかったです。皆さんも楽しかったんじゃないかなと思います。はい、また来週ほなー、はい、はい。じゃあ、じゃあ最後に。で打ち合わせいくよ。せーの、ヤンキーどうぞバイバーイヤンキーどうぞ